こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。Amazon 輸出のですね、自己発送の、送料とハンドリング設定、まあ、このルールというか、テンプレート、仕組みが大きく変わりました。今ね、自己発送で出品できてる人から、してる人から、なんか随分変わりましたというご質問あったんですけど、チェックしたら随分大きく変わってましたね。アカウントセッティングのシップメントのところからですね、標準の発送と、標準発送というか発送パターンを20パターン登録して、まあ、SKU ごとにですね、どのパターンで発送するか、登録するというような仕組みに変わってます。で、FBA の画面を見るとですね、こういうふうに、What is the new shipping settings っていうのが出てくるんで、まあ、ここを Next を押します。ちなみに内容はですね、この今までと違って新しい出荷設定では20個の出品テンプレートを登録して使うというふうになってます。で、次にね、この What's Changing ってところを Next、I Understand のところを押して Next をクリックします。この内容はですね、新しいテンプレートに変わりますよと、これから作る新しいテンプレートに古いものが変わりますという内容です。で、その次の画面でですね、Continue を押すと次へ進みます。ここに書いてある内容は、新しい設定数と今までの出荷設定には戻すことはできませんというふうになってます。で、このように、アメリカの、この黄色いところを押すとね、アメリカのどこに発送するのかを選んで、それから、まあ、カナダを登録したらカナダ、メキシコを登録したらメキシコを選んで、で、コンティニューを押すと。で、このコンテナの内容はですね、古い設定にも戻れません。これでいいんですねって確認です。で、この Your Shipping Settings have been たらかんたらって出てきたら、設定完了です。まあ、これ、まあ、自己発送でとりあえず出品して FBA に切り替えるという形でしか使ってない方がね、大部分なんで、今までのまんまでもいいですし、別に、いじらなくてもいいんですけど、自己発送でやってる方はですね、この設定方法等でまた分かんないことあったらご質問ください。大きく変わりました。まあ、変わった意味は何か、ね。今まで不都合があったところを修正したわけですね。だからこれ自己発送のルールがですね、結構厳しくなるんではないかと思います。まあ、ホリデーシーズン前にね、トラブルを未然に防ぐと、トラブルの時は厳しく、ペナルティがあるということの、前置きじゃないかなと思いますんで、くれぐれもホリデーシーズン中の自己発送にはご注意ください。自己発送販売をね、いつまでやるか、ホリデーシーズン中は止めるかどうか、この商品は大丈夫か、その辺はですね、また疑問に思ったら個別にご相談ください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。